はいどうも、ダーギターチャンネルの山本です。今日は DTM で作曲をしている方だったら絶対に持っておいてほしい、これメルダプロダクションの MO とアラインをご紹介します。では行ってみましょう。はい、ではこの MO とアラインなんですけども、何をしてくれるものかというと、トラック間の音源の位相をですね、揃えてくれるものです。で、位相とは何かっていうことをご説明しないといけないんですけれども、音っていうのはこういう波のようになってます。ですので波形というんですけれども、今全く同じギターのトラックを2つご用意しました。で、このまんま再生するとしっかり音が出るんですね。ちょっと再生してみますね。はい、こういう感じでしっかり出ます。で、例えば片方の波形を逆波形にしてみますね。フェーズの反転という機能を使って逆の波形にしてみます。そうすると2つの音が打ち消し合って音が出なくなります。メーターは動いているのに音が出ないという現象になりますので、ちょっとここのメーターに注目してみてください。はい、このように音が出なくなります。ここまでですね、実際のレコーディングで完全に消えることはないんですが、例えばほんの少し波形が打ち消し合うような状態にずれてしまっている。マルチマイクですね、いわゆるドラムトラックをそれぞれのパーツごとにマイクを立てて撮ったりとか、ギターのアンプを2つとか3つのマイクで撮ったりとか、アコースティックギターも3つぐらい立てる時もありますので、そういうふうにマルチマイクで撮ったりとか、あと、たくさんのですねプラグインを使って音源鳴らした時なんかもですね、コンピューター側の処理でどうしても自動で、レイテンシーの補正はしてくれるんですけれども、少し、ずれてしまうということがよくあります。で、そういった時にずれてしまった波形を合わせてくれる、位相を合わせてくれるのが M オートアラインなんですけれども、例えばですね、ここでこちらの下側の音源だけほんの少し発音をずらしてみますね。じゃあ最初はずれてない状態で鳴らしていきます。で、少しずつずらしますので、聞いてみてください。はい、アタックがなくなって、いわゆるフェイザーというエフェクターがかかったような音になりますよね。で、こうすると、ミックスダウンした時にですね、音が抜けてこなかったり、アタック感が消えてしまったりということが起きます。そこを解消してくれるのがこの MO とアラインになります。これですね。で、使い方はもうほんとすごく簡単で、これをインサートで挿します。各トラックに挿すんですが、2つ立ち上げましょう。はい。で、挿して、この2つを1つの、まあ、合わせたい、波形を合わせたいところですね、を同じグループにします。グループはここですね。この部分。で、ドラムとか、ギターとか、あるんですけど、別にこれ選んでもそれ用のプログラムが起動するわけではなく、ただ単に、グループの名前を決めるというだけですので、特に、機能的には変わらないです。同じグループの波形同士を合わせるという形になります。で、で簡単な、使い方はもう至って簡単で、再生しながら
ここのアナライズボタンを押すだけになります。で、今は4ミリセックですね、4ミリ秒だけ、ずらしておきたいと思います。そうするとフェーズかかって、るような音になってしまいますので、これを、アナライズして解消したいと思いますね。では、再生しながら解析してみます。はい、解析が終わった途端に音量が上がってアタックが出たのが分かったでしょうか。ここですね、片方は基準ですので、0のままになります。で、もう片方がこちらですね、192サンプル、4ミリ秒ね、ほどずらして、波形をずらして、調整しました。まあ4ミリ秒ずらしてますので、ちょうど4ミリ秒ですね、ずらしましたよというのが出てですので、これで、位相のズレが解消されるということになります。で、同じグループ内のものはもう自動的に、同時に解析してくれます。で、実際、このプラグインで触るところって言ったらもうほとんど多分ここぐらいしかやらないかなと思うんです。解析する時間ですね、これが最長3万ミリ秒、30秒までですね、解析する時間が伸びます。で、それぐらいしかなくって、あとはですね、どうしても解析した後も多少ちょっと耳で聞いて、位相が合ってないかなっていう時にここのレイテンシーやディレイをいじるんですけれども、なかなかですね、プロのエンジニアとかでない限りですね、細かいところまではなかなか分かりづらいと思いますので、実際の作業ではそんなに、使うことはないかなと思います。はい、では、参考音源をご用意しましたので、実際の楽曲の中でオートアラインを適用してみたいと思います。で、オートアラインを使う場合にできればですね、すべてオーディオデータに書き出した上で、適用した方がいいと思います。ソフト申請のままですと、どうしても再生のたびに若干、再生結果が変わってきますので、そうするとせっかく位相を合わせたとしても次に再生した時に、若干ずれてしまったりとかすることがありますので、できるだけオーディオデータに対して、適用していくということを心がけてください。ではですね、まずドラムのマルチマイクですね、パラアウトしていますので、ドラムの方の位相をまず、合わせたいと思います。で、キューベースの場合はですね、ミキサー画面立ち上げてあげて、この Q リンクですね、これを入れてあげて、ドラムのパラアウトの部分を選択します。で、そうすると一つですね、一箇所で、モーターラインを適用してあげるだけで、すべての選択したトラックに立ち上がります。ではですね、これで、ドラムだけ、再生しながら、解析してみたいと思います。で、解析時間少し長めにしてみましょうか。はい、レングスのところですね。ここだけちょっと長めにしてあげると、長くなりますので。では、たくさん立ち上がってますけれども、このうちの1個だけ。アナライズボタンを押せば、立ち上がったすべてのトラックで解析してくれます。ではドラム再生しながら解析してみたいと思います。はい、解析が終わりました。ではですね、モーターラインを適用しているドラムトラックと
適用してないドラムトラックをちょっと聞き比べてみましょう。はい、では、まず今お振りましたので、ドラムトラックに M 音とアラインが、かかってない状態で再生します。で、途中でオンにしますので聞き比べてみてください。では行きます。はい、こんな感じです。すっごい微妙な変化ですのでちょっと分かりにくいかとは思いますが、例えばオーバーヘッドだったりルームマイクと、各パーツとのねちょっとした、位相のズレが直ってるのが分かりづらいですけどちょっとあります。はい、では、次にですね、ドラムの今度は全体のバスですねと、ベースだったりキーボード、ギターといった、上物ですねとかとの位相を合わせてみたいと思います。では先ほどと同じようにまた選択したトラックに M オーターラインを立ち上げます。はい、ではこちら、デフォルトでね立ち上がった時に、ドラムセットというグループになってしまってますので、こちらはまた上物ですので、別のグループ分けをしておきたいと思います。はい、グループ分けができました。こちらは一応全体をギターというグループに分けました。で、そしたら、これも同じように全体を再生しながら、解析したいと思います。ではですね、こちらもですねちょっと長めに解析したいと思いますね。はい、では再生しながら、解析してみます。はい、解析が終わりました。これで全体、曲全体のですね、位相のズレが解消されたと思いますので、これで2ミックスを吐き出して、M オーターラインがかかってる状態の2ミックスとかかってない状態の2ミックス、この比較をしてみたいと思います。はい、では2ミックスが吐き出せましたので、まずはですね、こちらのオーターラインが全くかかってない状態の2ミックスを聞いてみてください。はい、では次に、全部の
トラックにオーターラインを適用した方を聞いてみてください。はい、いかがだったでしょうか。すごく微妙な変化なので、これが YouTube で伝わるかどうか微妙なんですけれども、まあ、オーターラインが全部かかってる方が割とスッキリしてて、各楽器の音が割と聞き取りやすかったんじゃないかなと思います。ではですね、2小節ずつ、オンとオフの方を切り替えるトラックをちょっと作ってみたいと思いますので、それでまたちょっと比較してみてください。はい、では、2小節ずつ、切り替わるトラックを用意しましたので、これで、2小節ずつちょっと比較してみてください。では再生します。はい、いかがだったでしょうか。トラック数もね、そんなに多くないですので、顕著なね、フェーズがかかってるようなトラックはないので、若干分かりにくいかなと思うんですが、トラック数が増えてきて CPU の処理に、結構負担がかかって、ちょっと吐き出した波形が位相ずれを起こしてるとか、あとは実際に、マイクをたくさん立てて、マルチマイクで撮ってやっぱり位相のズレが発生してしまっているような録音の場合はもっと、顕著に、いい結果が出てくると思います。で、やっぱりこう音のまとまり感だったりとか、そのアタックの抜け感だったりとか、そういうところの1ランク上げるためにはぜひ、M オーターライン持ってると違ってくると思いますので、もうとにかく、楽曲をですね DTM で作成している方は、持ってて損はないと思います。でもはっきり言って、操作はめちゃめちゃ簡単です。アナライズボタンを押すだけですので、もうとにかく簡単操作で位相のズレを直してくれます。で、やっぱりこれを手動でやろうと思うとものすごく大変ですし、プロのエンジニア並みの耳が必要になってきますので、なかなかプロのエンジニアでもない限りはそういう作業ってできないと思うんですよね。ですので、M オーターラインボタン一発でやってくれますので、ぜひ試してみてください。ということで今回はこの辺にしてみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。